どうも皆さん、ポケモン剣盾のランクマーに帰ってきました、まあ、先日僕がもうほんと3年間約2000時間プレイして育成してきたポケモンのデータが、まあ、消えたというか、そのスイッチの端末本体がなくなったといいますか、ポケモンができなくなったんですけども、ちょっと今回新しいデータで、あとちょっと本当にもう申し訳ないです、有志の方に、ポケモンを交換してもらうなどして、あとランクマッチにも行ける状態までストーリーを進めて今ここまで来ました。なんと10勝1敗で、今のランクマッチですね、実はとんでもない環境になっております。僕が知らない間に、ちょっとそれをみんなで見せたい。今のランクマがもうどれほどもう終わってて末期感に漂ってるか、見てくださいこれ。なんと今もう伝説のポケモン使いたい放題という状況になってます。もう禁伝もそうやし、幻のポケモンも OK みたいな、そういう環境になってる。で、お相手の方レッドさん、対戦よろしくお願いします。まあもうこの大怪獣バトルで俺たちは残りの2ヶ月を戦うのかっていう、ふうに思うんですけども、あの一般ポケモンのスケールなくなりました。これまでですね、剣盾で本当にもう長いこと楽しませてもらってですね、まあ時にはこうマイナーポケモンを使ったり、まあいろいろね、その僕なりの考察を考えてこういうのどうですかと提案していきましたが、もう無理です。もうはっきり言います、もう無理。今の環境でなんかそのね、わかんないけど、そのニャイキングをで3立てしましたとかもう無理なんで、まあここはもう開き直って、ある意味もう最後のランクマ、剣盾のランクマを楽しんでいこうと思った。私もこういうパーティーを揃えてきました。よろしくお願いいたします。もうちょっとおしゃべりが過ぎるとね、あれなんで、ちょっと早速選出の方もガチコリかましていこうかなと思ってはいるんですけれども、まあ無限ダイナでもワンでも、まあレシラも初手からぶっこんで、ザシアンぶっ込んで、ラス1はやはりこの無限でイベルタルをずっしりと差し込んでいこうか。さあマッチングしました。海洋画が初手、まあこれはおそらくスカーフを持ってると思うんだよな。どうせあれは今の環境の海洋画も大体スカーフなんやろ。雨降らしの特性が先に発動しているということで、まあ同速か、まあ上取られてるという状況。まあこのレシラムは最速ではあるんですけれども、まあ同速だっけ、レシラムと海洋画って一緒だよな。まあわかんないとはゆえという感じなんで、まあ、潮吹きぶち込まれてしまうが、まあ、マンダの流星群でいきましょうか、ここは。まあ、多分あれスカフだな。まあ、得も高いんで一発当たれてくれると思う。はい、ゴミはい、くっそ、しょうもねー。はい、このままなんか負けそう、海洋ガニ。はい、まあ、これいいや、エビエルタルで、じゃあもうあれするわ、もう。それもう大ジェット切るわ。それ以外ない、マジ勝ち筋が。HP が400あれば、まあ一生一発ぐらい耐えるでしょ。うわっ、いいダメージだが、まあこれで S マック、いや、まあ次大アークならいけるか。大アークならいけるよね次ね。どっちだ、こっちの大アークか。まあこいつはダークオーラという特性で、爆破威力が 1.5 倍増しになってるんで、まあ同じ威力とはいえ、大ジェットよりも、補正がかかるのも火力が出る。つまり、しかしここ海洋がダイマックスを切られていく。ということはもうここで、イベルタルを潰しちゃって、あとは海洋が一発引いて、もう一発後出しして、ザシアに対しては、上からのスタートなんちゃう。根源の花を持ってたらこのプレイングが納得できるんだよな。多分根源の花持ってるんだろうね。硬すぎんだろこのバケモンが、本当に切っとんかボケ。大ザンダーだと、なるほど。ちなみにこの状況だと大ストリームの方がダメージ出るはずだけどな。だから潮吹き媒体だったら威力225でしょ。威力225かけるさらに 1.5 倍になって、まあ330ぐらいの力が出る。大サンダーはまあ140だとしても、280なんで、相手の方はちょっとここはまあちょっとよくわかんないんですけど、まあここでダイマックス切るってことは、この海洋が交換だと思います。交換しないんだったら意味がわかんない、正直。交換してスカーフでもう一発ザシアンで上からあれでしょ、殴りたいっていうので海洋ガニ座ったんじゃないのかなと俺思うんだけど、これ居住団が最大通りなんでいきます。まあそうやんな。で多分裏のやつらでザシアン、まあ どうにかこうにかしてみたいな、海洋ガニみたいな感じだと思うで。ランドスの威嚇も非常に痛い。
非常に痛いか、まあ、3匹目の禁伝が何かによる。もうてかランドロス普通にこのなんかメンツの中に入ってて違和感ないの、お前おかしいねん。お前こそ禁伝や、ほんと禁伝やんな、ほぼな、ほぼ禁伝やってること。うわ待てよ、剣舞をうまいこと詰めれば電光石火で海洋がぶっ飛ばせんじゃないかって思いましたって思ってた時期が俺にもあった。だがちょっと待って、雨ってこのターンで終わるのかってことは海洋がまだ出されて終わるか。いやクソだりーな相手の裏、まあ結局まあレジエレキいたら負けなのと、サシアン、いやごめんこれやっぱ剣舞、でもいい、いやもうここ剣舞勝負だ、ここ剣舞つもう勝負の剣舞だこれで、これのサシアンがちょっと HP に振ってるんで、もうこれの自信を耐えてくれと願うしかない。自信、まあこれ耐える、耐えなかったらもう負けを認める。先ほど出ていくザシアン、お前はまさか神にでもなろうっていうのか、神になると思う、ザシアンは。あれこいつ5つ目とかじゃなかったよね、居住団食らったよね。じゃあ居住団行こう。ただ結局相手の裏にザシアンがいた場合、せっかく圏内入っちゃってるっていう、いやまあそれはもうしょうがない、はっきり言って、いやしょうがなくないのか。いやでも結局海洋がね、上から根源の肌も垂れるからなってなったら、やっぱ今のところ電光石火から海洋が倒せるために圏内積まなきゃいけなかった場面だ。うん、そあれここで海洋がってことはもう裏じゃどうにもなんない、わからんけど、なんで俺この狂った感じでちゃんと駆け引きしてんの。俺やだわ、なんかもっと豪快になんかもう脳死で貸したいのに。いけ、いやナイス、あれこれ勝ったんちゃうか。裏なんやじゃあ、裏何これ、お前しょうもない雑誌もう結局じゃん。どうせ電光石火持ってんねやろお前、通常色の分際でお前クソ。さあ抜け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 、さあマッチングしました。うわ出た、ツノッチさんのパーティー。いやこういう幻のパーティー、幻のポケモンが入ったパーティーあんまいないんだよな。マーシャドウは、シャドウスチールっていう技がなかなか強力なので、そこに注意していきたいっていうのと、あとジラーチャーは天の恵みによってね、いろいろしてくるんで、まあまあ、ザシアンでもっこりいこうか。ザシアンもこ出ししてからの、まあ、レシラムでスカーフで上から、ぶんな、いやぶん殴るプランは悪くないけど、いや、わ、いや、スカーフじゃねえ、レシラムスカーフじゃねえ、む、いや、む、わ、わかんねえもん。さあ、よろしくお願いします。海洋画から初手来るという感じ。まあ、どうせスカーフなんだろうな、こいつ。どうせスカーフだから海洋画みたいなゴミは。ほら、雨降らして先に行かれた。あーまあこれともスカーフ出しを吹きしてドルの確定演出なんで、まあでもとはいえ潮吹きはな、だってレシラムが耐えないでしょ。レシラム特防なんぼよ、特防140やろ実数値で。でザシアン、あーでもザシアンの方が耐久値微妙に高い。これワンチャン耐久ぶりザシアンで耐えるにかけてみてもいいかも。じゃれつくいきます、じゃれつく電光石火多分いけると思う。耐えろ頼む、ザシアン君なら耐えれる。おお耐えていった、これがザシアンの耐久ぶりが強いと言われる理由か。でこんだけ回を削ればあとは電光石火でもうとどめさせるんだよな。あもちろんここ交換される可能性高いですけれども、まあもうそれを、まあもうそれを意識してても、ここはもう駆け引きっていうか、もうただの爆死なんだよそこ。うん、出たジラッチ、かわいい、ジラーチちっちゃいけど、こいつらがでもランクまで使えるのって多分初めて。え、なにこれ、あ、食べ残し持ってんだ。何していくのジラーチって。これ地味に鋼エスパーだからさ、居住団もジャルツとも効かねえんだよな。ザシアン残してもいてもいいかも。ザシアン残ししてディアルが行ってみるか。だからこれあのジラーチはね、天の恵みでいろいろできるんですよね。雷で 60% 麻痺してみたりとか、まあ、あとはまあね、アイアンヘッドだのなんだ、新年の続きなので物理型にして、まあ、ひるみやったりとかね、いろいろできるわけよこいつ。あー真昼み型だ、これ真昼みっすわ。ジラーチ、このジラーチ真昼みの
ダルガタだ、ダルガタ。第一でいきます。ってことは、こいつが持ってる突撃直球はあまりにも役に立たない。電磁矢から、いや、まあでもな、まあ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 。最悪、ダイマ切ればいいってのあるんですけどね。もうダイマ切っちゃおうかな、もう。いや、まだ切れねえな。いや。ダイマは、あれだ、状態異常なってない。デシュジャムに切りたいから、ちょっとここ、リアルガで粘りたい。ジラーチがダイマって何それ。でっか。あ、でっかで会いましたら。でっかのね、かわいい。あの、映画思い出した、あの、マサト君のやつ。怖いな、でもこいつでかいとなんか。ダイナックル？しかも結構ダメージ入ってるよね。ちょっと待って、こいつダイナックルってなんや。じゃあ、おもろない、もう。いやー、まあこれはしょうがない。リアルが切るしかない。まあでもまあ、ダイマ切らなくて正解やったな、結果的にな。絶対犬死にしてたわ。でもこいつ物理、クソ上げやがった。まあじゃあもうレシラムで、ダイマックス行くしかないやん。まあダイナックレンダー、まあとはゆえですよ、そんなに効かない。俺ここはダイウォールしてくると思ったけどな。ってことは俺の大ガンが通るわけだ。これジラーチを焼き払えない。いや微妙に耐えられたん嫌やな。何これ。あー、食べ残しか、こいつ。そうかそうか、もともと食べ残しだった。上取られてるんですよね。オッケー、オッケー。ダイヤースでなんとか貫通できた。あとはまあゼクロムはまあまあ引ってるけど、大ドラグーンなんとか動いてくれ。普通に上から弾激凛とか死ぬな、これ。だから激凛打てない。いやでも激凛打てへんやん。激凛だって裏に出したんがおるから打てへんわ。え、あー、どういうことこれ。意味がわからん。ここ海洋がいって、いや、その麻痺ほんまに終わったコンテンツやわ。その麻痺ほんまに終わったコンテンツ。オワコンやこれ。オワコン麻痺。ただ冷凍ビーム、これは耐える。ここ交換した意図がわからんな。だったら最初から出しとけばよくない。麻痺って分かってたのかな。ランスショーツなんだかな。ゼクロム出してから海洋画を出すことによって、麻痺するって、そういう乱数の調整されたことですよ。まあでも裏に俺のザシアンがいる時点で相手、これ相当しんどいはずだけどな。さあ、行くぞ。ポケモン BW を放送させるような、ゼクロム対レシラム。俺はこの流星群。あ、ごめん、そっか、こだわりメガネだった。ごめん、まあ、じゃあ大地の力だ。いや、マンナのリュウマイも、もうこれ通ったらマジでもう、ここしょうもないで、これ。マリオ取って、これ頼むから。ナイス！落とせ。ありがとうございました。いやーでもちゃんとワンチャンかけてきたん偉いわ、相手。うわ、そっか、ゼラオラも使えんねや。そっかそっか、ゼラオラいけんのか、今の感じ。ゼラオラって、S めちゃくちゃ速かったよな。ただまあ、俺の手持ち見てね、大体のやつはもう、海洋が開幕出してくるんですよ。だから俺こだわり使うから無限ではない。逆に逆手取ったらそれで。ザシアンは、いやザシアンいらん気がすんねんな、この感じだと。バドレックスあたりを起点にできればワンチャンか。いやまあディアルガは欲しいな。となるとラスイチ、ダイジェット詰めるイベルタルで行くべきか。ゼラオラってなんか自身でも覚えるのかまあ分からんけど、イベル、いやこれね、イベルタルやな。まあゼラオラは S143 あるけど、これでも結局、あ、ゼラオラ来た。うわ、出た、ゼラオラ。
何これ、ゼラオラ対無限ダイナって。まあただスカフ巻いてるから一応抜けてるので、もうダイマックス層でぶち抜くかこいつ。なしょうもないもんだと。耐久は 何ポケモン以下や。さあダイマも切らず上を取っていく。攻撃力112、速攻102の両方型やけども、火力も中途半端や、剣盾のこの環境においては。いやしかし一発耐えられちゃう。ボルトチェンジを打っていく。こいつまあボルチェンも特殊やけど、プラズマフィストとかなんかインファとか覚えんのか。電気でも単体やんな、ゼラオラって。その電気単体ですね。ザシアン来た。まあ、これスカフなの音がバレてるんでしょうね。で、こうザシアン相手に突っ張ることできないので、無限大な引っ込めマンになるしかないんですが、ここで俺が何を出すべきかというと、やはりイベルタルというポケモンになるでしょうかね。これリアルが。だってもう無限大なんかもう大幕で固定されちゃってもんな。いや、リアルがでいきましょうか。剣舞詰まれそう。てか、まあ、ほぼ剣舞詰まれると思う。剣舞の確定。剣舞確定やんな。持ってればかよ、こいつが。あ、持ってなかった。いや、これめっちゃラッキーやわ。これめっちゃラッキー。まあ、このギャルがもうほぼ切るんで、まあ、この次のインファイトなんかは多分耐えないですけど。いや、ここで、いや、交換して、無限大の交換して、ワイパス受けてってやっても、その後解放者で倒せないから意味がない。ってことは、まあ、こう大地の力か。何しろ引っ込めんの？ゼラオラを切った？ゼラオラを切るってことこれ。ゼラオラを切るんか。いや、おめえも無限大な持ち主か。ってことはこれ相手もうダイマ使えへんやん。ダイマ切らんってことやんな。俺ダイマはイベルタル切っていいよな。したら、まあ、普通に大地の力でいこうか。なんか無限だよな、この、なんていうのかな、アングルによってはもう、すごい、なんでこの、真っ赤とか骨組みの赤いオーラの部分だけがこう、うまく伝わって、なんかミミズに見える、たまに。ミミズみたいな見た目してるの、これ。はい、直切れ耐える。半分入る。まあいい火力してる。溜め残しってことはまあコスモパワー型か。もうこれ普通にもゴリ押しできるよなと。まあ、そこにも一発耐えるんじゃないんだろう。何なら一発耐える。いや、ディアルガの耐久値半端ない。しかも無限大な削り取る。急所偉すぎ。偉すぎんぞ、それ。いや、偉すぎんねんけど、ザシアンに勝てるか、これ。結局、全員ザシアンの居住団で殺されそうじゃない。無限ダイナのさ、上からの火炎放射一発お見舞いせなあかんかも。いや、これ、あ、ミスったか。無限ダイナをイベルタルがダイジェット踏むための起点にせなあかんかったんじゃん。いや、まあ、とはいえ、これね、じゃれつくで死ぬから絶対ダイマせないと。で、ダイバン途中段に関してはダイマ切ろうが何しようがもう威力が一緒やけど、 HP に相当振ってるから耐えると思うけどな、一発。まあちゃんと居住段打ってるような偉いな。頼むぞ、立ててくれ、イベントル。いや、偉い。だからみんな耐久に踏んのか、死んで。あ、オッケーオッケー。まあごめん、これは大盤から入った理由としては、まあ、無限ダイナがスカーフなんでザシアを抜けるということでダイジェットから入りませんでした。いや、まあ一応な、ダイジェットから入ってあれしてても、せっかく圏内とかなっても良くないからね。うん、まあこれは俺は大盤で良かったと思う。で、居住弾をしっかりイベルタルが最後受けて死んでいくんですが、まあ大盤でめっちゃ削ったおかげで、まあさすがに無限大なの火炎放射圏内でしょうという感じや。なんか
小学生並みのさ、なんかもう全員フロアだよね、俺のポケモン。全部攻撃技。ラスターカノンなんかこれ、誰に打つんだって話だけどな。いきます。これとおしまいだ。解放者ありがとうございました。いやー、まあゼラオラとかちょっともっと見たかったけどな。まだ自分で育成して使ってみてもいいかもしれない。あざす。さあ、マッチングしました。肌野さん対戦よろしくお願いします。初級相手に色違いの雑誌。この色違い雑誌ってあの、ゲオの配布以外でもらえないよね。ちなみに。意外ともう今となってはもうレアやからね。もう手に入らんからね。最低の不当の剣をしっかり攻撃力上昇によってかまして、まあこいつもちろんね、スカフなんで上から殴れるんですが、まあちょっとワンパンするにはいささか、後悔されちゃって、はい、試合も来て、この技を4分の1で受けられてしまう。まあでもここでドラゴン技を打つほどのさ、俺もう度量はないわ、俺には。度量はない、そんな。ただそんなゼシュラムさんに一応おすすめなのがこのリアルガというポケモン。まあこのリアルガ直気持ちなんで、まあ特殊にはまあ打ち勝ってる。あと足からでも割といける。と思ってるけどやろ。うわ。うますぎ。なんなん、もう今ケンタでやってるやつらもう廃人しかおらんやん。なんでお前こんなスーパーボール級でバキバキの高回避交換とか決められなあかんのよ、腹立つ。しょうがねえ。ならここはもう痺れを切らした俺は大アクスを切っているぜ。痺れを切らして僕は幻を生き、インファ、ダメージおかしいけど、まあ結果的にダイマ切ってないと耐えられてないからな。ただもうこのダイアースでなんか急所かなんかに間違えたせいで、これザシャン倒したい。お願い、倒したい、倒したい。おっ、おっ、でかい。ザシャン倒した、ザシャン倒したぞ、みんな。これでかいぞ、言っとくけど、ザシャン倒したん。いや、バトレックス、もうこいつも特殊だよね。インファイト一発食らったこの残り体力で、こいつの特殊技を俺は耐えれると思うんだよな。しかもダイアースで特防さらに積み上げてるからね。ダイスチルが現状タイプ1で最大打点か。ダイスチルでいきましょうか。これでなんとか無限ダイナのダイマックスと圏内にさえ入れれば、あとはもうレシラムごともう全部一貫してワンパンできるんだ、無限ダイナで。いや、これスカーフ無限ダイナが前に刺さるぞ。さあ耐えてみるぞ、お前大フォロー。いや、耐える絶対耐える、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 絶対耐える。いや、リアルがお前が世界一のポケモンだ。お前がナンバーワン、お前が一番。あー、でもちょっとダイスチルのダメージが微妙だなこれ。いや、まあでもザシアンも、いや、でもこれ黒の稲投げ発動されるか。いや、今のところ結果論だけど、ダイアースもう一発打っとけばもう一発確定で耐えたんだよな。多分打点を取りに行ってダイスチルを打っちまったけど、え、ダイウォールってことはビビったか。これもう一発耐えられると思ったな。でもここでダイウォール、いや、まあでも結局そっか、無限ダイマックスはあんまり関係ねえ、ダイマだろうなんだろうが。まさかのいきます。まあてことはもうこれで確実にリアルが倒す。さら相手のバドレックス側のダイマックスターンも切れるってことか。大最高半減だけど大丈夫、そこで半減技を打ってしまった。ディアルガの特殊待機をなめた、お前は。このラスターカノンはもう本当に致命的よ。なぜなら無限大のダイマックス砲圏内にほぼ確実に入っちまったからだ。さあ、まあとはいえ、まあいけたやろうけどな。あれ、サイコキネシスなこいつのエスパーだって。なんか他になかったっけ。アストラルビットってゴーストか。黒の稲垣、特攻が上がる、バッテリーが少なくなる。だから俺はこの無限ならダイマックスを上からもうぶっぱしまくる。素早さ即時130のスカーズ持ちを抜けるポケモンはもう おらん。お前がスカ、おい待って、こいつスカーズ持ってんのか。じゃあ
持ってなかった、危ねえ。なんか俺すごい頭よぎったわ。バドレックスがスカフ持ちっていう可能性全然あったな、これ。危ねえ。まあスカフ持たれてたとしたら3円ねで、無限大な行かれても後からザシアンぶん投げときあったらどうにかなったか。結局は勝ちかな。さあ、ターボブレイズだろう何度か知らねえ。うせろ、二流の竜がよ。真の一流はな、常に上から殴り続けんだよ、アバヨクス野郎。これでおしまいだ。消えうせな。いや、硬かったわ、ごめんみんな。普通に硬かった、こいつもチョキ持っとるわ、多分。普通に今の決めようと思って。決め台詞まで考えたのに無限なので得意させなかった。まあでも、流星群打ってくれ、特防もさ、特防も下がったの、多分直帰やと思うわ、このレシアムは。さあ、あとはまあザシアンがもう上からね、しっかりぶっぱできるね。やっぱこの無限大なザシアンという並びがいいわ。お互いのこの弱点を補完し合ってるというか、炎タイプに関してはもう無限大な受けて、なんだっけ、ドラゴン技をこのザシアンが受けるという完璧な相性補完が成立してしまう。これもう居住団でいいです。もうジャレスク外す可能性があるんで、もう絶対居住団倒せるんで、ここでジャレスク打つやつはもう永遠に勝てないからな、ポケモンってゲームにおいて。これはもう残り体力を考えればもう居住団で十分です。はい。ありがとうございました。お前これを、この環境を、ここ戦えるんか俺。ポケモントレーナーたちはもう、あと2ヶ月初新作出る前にずっとこのギャングやらされるの。